平野紫仕様、ルイ・ヴィトンのショーで世界的アーティストとの素敵な2ショット。日本の人気アイドル平野紫仕様が、ルイ・ヴィトンのファッションショーで世界的音楽プロデューサーであり、歌手、ファッションデザイナーでもあるファレル・ウィリアムス氏との特別な2ショットを披露し、その写真が SNS を賑わせています。彼のファンたちは、彼の活躍に共感し、 ナンバーアイの代表として国際的なステージで光り輝く彼の姿に感動しているようです。1、ルイ・ヴィトンへの招待。平野紫耀は最近のインスタグラムの更新でルイ・ヴィトンから2024年のプレフォールメンズファッションショーに招待され、香港で開催されることをフォロワーに報告していました。 彼はこれに関連する投稿で、ショーに出席した際の写真を披露し、その中には驚くべきゲストとして登場するハレル・ウィリアムス氏との2ショットも含まれていました。2、ハレル・ウィリアムスとの2ショット。写真に写る平野紫用は、茶色の帽子に白のセットアップ、シャツ、緑のネクタイ、そしてハート型のサングラスでファッショナブルなスタイルを披露しています。一方、 隣にはカレル・ウィリアムス氏が緑と黒の格子柄のセットアップ、白のインマー、そして黄色と茶色のバッグを手にしています。この二人のスタイリッシュで洗練されたルックスが多くのファンやフォロワーから絶賛の声を呼び起こしました。3. ファンからの熱烈な反応。平夜のインスタグラムに投稿されたこの特別な2ショット写真には、 ファンから多くの賞賛と感謝のコメントが寄せられています。彼のファンたちは、ファレル・ウィリアム氏との共演に興奮し、そのスタイリッシュなコーディネートやファッションセンスを賞賛しています。コメントには、ファレル様と、すごい素敵です。紫輝くん、お疲れ様でした。LV のセットアップやアクセサリー、バッグが素敵でした。といった熱烈な言葉が並んでいます。4。 平野紫仕様の国際的な活躍。これは平野仕様にとって初めての国際的なファッションショーへの招待であり、その重要性が彼のファンや関係者にとっても大きいものでした。彼がナンバーアイの代表として、日本のみならず国際的なファッションシーンでも活躍する姿勢が強調され、ファンたちは彼のこれからのさらなる飛躍に期待を寄せています。5 ルイ・ヴィトンのプレフォールメンズファッション賞の注目ポイント。この賞は、ルイ・ヴィトンの2024年のプレフォールメンズファッション賞での平野仕様の参加が注目される一方で、賞自体も多くの期待を集めています。パレル・ウェリアムス氏とのコラボレーションや、新しいコレクションの発表など、数々の興奮が予想されます。 ファッション界の重鎮たちと平野紫耀が一堂に会し、交わることで生まれる新たな魅力に期待が膨らんでいます。結論。平野紫耀のルイ・ヴィトンのショーへの参加は、国際的な舞台での成功と彼のファッションアイコンとしての地位を一層高めるものであると言えるでしょう。 これは彼のキャリアにおいて新たな節目となり、日本のみならず世界中のファンにとっても大きな喜びとなるでしょう。ファッションシーンにおいて、平野紫洋がどのような新たな可能性を見せてくれるのか、今後の彼の活動に期待が高まります。